桜京之介です。今日は朝日屋さんに来ております。僕がいつも注文している今日の屋さんです。では今日もいっぱい注文したいと思います。イエイ。いつもお世話になっている吉江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。着物出来上がりましたか？はい。先日ご注文いただいた一役が、はい、早っ上がってまいりました。あ、綺麗。てか、めっちゃ早くない？早かったです。いや、早すぎじゃない？あ、めっちゃ綺麗。見えます。あ、綺麗綺麗。いいですね。シャビーン。新しい着物です。この前、はい、注文させていただいた衣装をまたちょっと確認したいんですけど、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。これで。生地はこれで即決。私いつも早いんです。まず女の着流しで、はい、女着流し、これが立ち役着流し。女着流しはこれ襟かけます？芝居です。かけます。はい。はい、立ち役です。着流しです。はい、裏付きで全部。はい。はい、女着流し。はい。これは襟なしで。女着流しですね。はい、そして、これ。立ち役です。着流し。これが芝居。芝居で、片継ぎです。何してたの？これ女着流し。女着流しで、はい、はい、これも女着流しです、はい、え、これ着るんですか？着ますよ。何？ショーで？ショーで。あ、はい、そりゃそうや。芝居では無理っしょ。かわいすぎるやん。これいくつの子の設定できるんですか？これ、14歳。これも女着流しでお願いします。朝日屋さんの2階です。いやいや、そうです。生地がいっぱい置いてるところです。普通は足を踏み、あ、この前注文した生地です。はい、これが立ち役の長襦袢ですね。はい、立ち役 でこれも長襦袢。はい、で、これが侍の時に上から羽織るまま野球十兵衛みたいなちゃんちゃんこですね。これとこれとこれ、そして、あとここの3つ、これも長襦袢で作りました。はい、いっぱい作ります。それが、あ、この前注文した女の背引きで、これもあそここの中に見えます。これも女5枚。ではお願いします。はい、まず芝居で着る浴衣裏、旅人さんが着る浴衣裏ですね。表は何色ですか？わかんないです。
また生地選びます。はい。二着。二着ですね。はい、で縛りサイズで。三、はいはいはい、着お願いします。三着。はい。はい、で電飾のドレス。電飾のドレス。はい。あとはアサリの長襦袢。よくは二枚目さんが着てるような黒襟かかったアサリの。はい。アサリの文字で。そうです。で次が赤垣玄三の生き物や2セット商人コート商人コート内入りフルセットで、あとフリフリの男のかわいいこんな感じで、うん、花をつけてやっぱつけんでよくないなんか動きがあってもくない？それは任せる。じゃあ、はい。これ適当にじゃなくて、適度にいい感じってことですから。適当なんかそんな、ね、適当なんかするわけがないですよ、朝日屋さんなんかね。適度にいい感じで、はい、していただくんでね。分かりますよ、そんなもうまさかまさかそんな適当にするわけないですよ。まあ衣装を見ていただければ、そう、はい、適当にいい感じ、はい、ありがとうございます。ざっとですね、はい、じゃんこのくらいです。頑張ります。ありがとうございました。めちゃめちゃ頑張ります。ポルシェの四駆が買えます。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今日は朝日屋さんからお送りしました。動画を見ていただき本当にありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。またインスタグラム、TikTok もやっておりますので、よろしければ覗きに来てください。京之助でした。シャキーン。全部明日できれば。できるかーい。できるかい。そんな電子レンジが欲しい。欲しいねー。はい。